グレージュホワイトにしていきたいと思います。緑色に変色したりとかするんですよ、毛先の方が。なのでそういう時はどうすればいいのかっていうことなんですけれども、今日はどうしたいですか。どうでしょうか。今日は前髪のガタガタ具合を直してほしいなと。前髪のガタガタを直す。足目のまんまでいいんですけど。はい、足目全部直して、長いところの一番長いところをできれば眉毛にかかるかかからないかぐらいの長さにしてほしいです。はい。で、髪の毛の色はホワイトアッシュかレッドアッシュかにしてほしいです。で、根元暗めで毛先明るめがいいです。皆さん、この今の彼女のベースから2時間以内でブリーチとカラーとカット、皆さんだったらどうするでしょうか。で、ブリーチ1回粉はして、前髪切ったりちょっと少し揃えるぐらいを2時間でやる場合を皆さん想像してみてください。ということで、後でまた、配信できそうだったら配信するんで仕上がり見てみてください。では本来の薬の発色をちょっと見て、つなぎ目が甘いかもしれないんで、そこは後でちょっとつなげていくような感じです。で、ブリーチしたところの根に根元の薬は、根元の薬と毛先の薬のブリーチのところの境目っていうのはもう一瞬で色が入るので、はい、でですね、根元が6トーン、毛先がホワイトブリーチをして、ホワイトブリーチが白い緑色に変色したりとかするんですよ、毛先の方が。簡単です。とか入っちゃったところというか、使ってるのは量増やした方が良かった。量増やしてもいいです。いや、これ増やさなくていいよ。大丈夫大丈夫。一番長いところを、なんでこんなここ長い、眉毛ぐらい、この辺。はい、今ライブ中だった。ちょっとヘナジェルじゃない、ヘナ水で崩します。巻いたやつをヘナ水で崩しますね。ちょっと後ろを見せましょう。ちょっとライティングでかなり黄色っぽく見えますけど、かなり白いです。